シャス田中です。今回は MSMC にライトウェイトをつけて突っ走るドミネーションやっていきたいと思います。突っ走れこライトウェイトのね、この速さを生かして先制攻撃仕掛けていきましょうか。相手がね、こう出てきたところあたりを狙えたらいいんだよなっていう、という感じ。マジか、あともうちょっとで、もうちょっとキルできるというか、あれはほっとく。 OK 取るぞ。待って、これある、これこれ、あ、これここに置いて大丈夫かな。 OK ナイス、トロフィー、さすがっすよ。トロフィー先輩はね、ほんと信頼できますね。で、後ろから来てるような気がする。嘘だ、負けた、やる、マジかよ。おお、怖っ。ちょっと待ってよ、こっち落としとくよ。ちょっと待って、まだいいねしてんの。うー、危ねえな、ショットガン先輩。パネっすよ、ほんと。ここに置いてたらいいんじゃないの。ほら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 、素晴らしい、素晴らしい、いいですね。待って待って待って、腰ダメ、腰ダメ、腰ダメ。わあ、ちょっと厳しいな。めっちゃいるじゃねえか、あそこ。ちょっと大丈夫かな、みんな。あー、ちょっとなんか前線が下がってる、申し訳ない。ちょっと待って、ここで B 打たせてくれ。あ、なんか下に2人いるぞ。待って、下になんかいるぞ。今回は下か、下からかな、攻めてくる人たち。あんまないパターンですね。あ、ごめん、今の戦闘に参加できなくて申し訳ない。今から襲われながら参加します。よし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 、オッケー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 。逃げろ逃げろ逃げろ、撃たれる、怖いよ。味方さんいいね、前線上がってきてくれるとすごい助かりますね。ほらー、オッケーオッケー、死んじゃったけど、オッケーオッケー。危ね危ね、うえー、ここやばいんじゃねえの。おーおーおー、ああ3人か、まあまあ中あたりぐらいかな。いや、下の攻防は何なんだ一体。あれ結構、まあでもこっちも2人行ってるからね、そんななんかあの危険な感じはないんだけど。みんな何、下行っちゃうパターンのやつ。待って、こっちから行ったらやばい、ここに行こう。はいはいはい、おお、ちょ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 、やっぱ無理しちゃダメだね。はい、 UAV、 いいねいいね。率先して UAV 出したらみんなの動きがね、ちょっとね機敏になるというか、こういう地下に反応してくれたりとか、いろいろね気使ってくれる人が多いんでね、いいですねこれ試合展開的に。オッケー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 。ちょっと待ってな、みんなこっちから来そうだから、ちょっとこっちの、あ、やべ、危ないよ。お、突っ込むね結構。ちょっと下がろうかな、怖いんだよねここ。え、どういうことこれ。待って、マジで分からん。お、骨、待って待って、じゃあ逆に逆に、まあ待ってって、逆にこっちから攻めていけばいいんじゃないの。マカじゃん、マカじゃん。あ、でもこれどうしよう、ここまで行っちゃうとなんかあれだな。オッケー、どうも。あー、クソ、やられたよ。ショットガン先輩なんかあそこに巣作ってますね。何やってるんだろう。お、ジャケ着てる、ごめんな。でも多分地下のなんか攻防だね、なんか。いや、そこに旗はないんだけど大丈夫か、そっち。あんま時間かけてると私たちのリードがもっとどん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 進んじゃうよ。いいね、でーんでーん、あら、またここか。なんだこれ、ザルザルだぞ、ちょっとさすがに。ここは何がやりたいんだ一体。ほら、ショットガン先輩、あ、ショットガン先輩はね、裏から行ったらあれは枯れるね。ちょっとあれだね、ちょっとマーカー潰してショットガン先輩を駆逐しに行きましょう。多分簡単に裏取れそう。待って、これはこっち置いとこう。あ、やばい、来るかなこれ。怖っ、まあ待ちなされ旅の方、リロードさせてくだされ。これ来そうだね、ちょっと。オッケーオッケーオッケー。うわー、やべえ、これやっぱちょっと弾使いすぎた。おいおい、何やってくれてんだい。あんまりこっちいねえな。あんまいねえ、あんまいねえな、いると思ったんだけど。なんかあれですね、結構地下の人たちが空回りしてるような印象があるんですけど、味方さんが定期的にねこの地下のね、あの援護してくれるんでね、あの地下から湧き出ることができなくて、なかなかいい感じになってますねこれ、歯止めが。オッケーオッケーオッケー、
おお、もういない、もういないか。オッケー、リロードして。あー、やばいやばい。よっしゃ、オッケーオッケーオッケー、いいね。いやー、この激アツな試合ですけど、最近なんかもう梅雨終わったんですかね。めちゃ暑いんですけどやばくないっすか、太陽さん。太陽先輩、あのね、梅雨の時思ってた、あのジメジメやだな、洗濯物乾かないな、うわー、これ続いたらもうやばいんじゃないかって思ってたんですよ。でもなんか最近になると、いや、もういいっすって感じ本当にね、あの太陽先輩もう大丈夫っすみたいな。諦めんなよ、ね、太陽先輩ちょっと強すぎって感じです。もうそんなにあの いいですって、お腹いっぱいですって、日光はって感じで、ほどほどにお願いしますってね、言いたくなりますよね。なかなかね、あの太陽先輩が強すぎてね、あの僕の皮膚がね、赤くなっております、本当。いやー、怖いねー。ちょっと待って、あ、やばい、危ない危ない危ない。よっしゃー、ナイスだ、ブラボー。そっちに置いとく、あえて。多分こっち来ないね。おー、いいじゃん、セントリーガンいいじゃん。ちょっと待って、なんかすごいとこに湧いてない。湧いてるんじゃないんだな、やっぱこれ。おいリスキル差戦。あ、こっち後ろ行ってるかな、そんな気がする。うおー、怖い。またなんか地下から行ってるね、これは。これは地下から行ってますね。ほら、若干地下で暴れてるね、これ。おー、いた、当人発見。あー、こっちにも湧いてる、マジかよ。リロード。うわー、ちょっと待ってくれ。うわー、危ないな、ちょっと。よーしよし、ナイス、全取り。いやー、ほんとね、太陽が出てるのはすごいいいんですよね。いいんですけど、あれやばい、ほんと死んじゃうね。なんか飲み物の量が半端なく増えてますよ、ほんとに。前の、だから僕大阪に行った時もね、ペットボトル、食費もそうそうそんなかかってないんだけど、ペットボトル買いまくったからすごいことになってたね。何本買ったんだろう、8本ぐらい買ったのかな、2日間で。でも買いすぎですよね。それぐらいでも汗かいて、いろいろね、あの水分が欲しかったんですよ。そんなね、感じになっちゃったんでね、これからの夏がね、ほんと水分補給怖いですね。そんな中ね、僕はね、あの風邪ひいてたのもあって、なんか自分がこう喉が本当に乾いてるか、ただのね、あれなのかっていうのがちょっと判別がね、最近つくようになりまして、あの唇がね、いかにどれだけ乾いてるかっていうのをね、確認したらね、その乾き具合でね、なんとなくわかるんですよね。自分が今なんかすごい喉カラカラなのか、水分が必要なのかみたいな、そういう判断基準としてね。おー、いいね。後ろ？ここじゃん。おー、かわいい。待ってくれ。落ち着け。リロード。後ろ。え？ナイス、いいね。次にこっちもショットガン先輩出てきたよ。オッケー。あ、マジか。ちょうど今くっついたけどセーフ。ナイス B。あぶねえ。最後に、いや、巻き返してきましたね、ちょっと。いいね、4人キル。素晴らしい。はい。はい。いてよ、バケロー。あぶねえよ、バケロー。いいね、ライトウェイトってどこでこれいい良さが出てるかちょっとよくわかんないですけど、でもなんかストック代わりになってる可能性がね、ある。これストックっぽいもん、なんか動き方というか移動速度がね。どうしよう、いや、こっち行っとこう。やりてー、オッケー、危ない。おお、マジか、後ろか、それはない。いや、皆さんもほんとね、水分補給気をつけてくださいね。あれにね、うん、あの出し惜しみしてたらね、死にますよ本当に。あのね、やっぱ何よりも体が大事ですから。だからね、本当にあの家からね、水筒持ってった方がいいかもしれないですね、あのどっか行くときはね。はい、というわけで今回はライトウェイト使った MSMC でドミネーションやってまいりました。いや、本当ね、水分補給大事、そう、大事ですから、皆さんぜひ気をつけてください。はい、というわけでこんな感じ。
いやー、ほんとね、このなんだろう、このヘルストーム、ヘルストは便利だね。なんかこういう防衛なりなんなりっていうの、なんか SMG とかそういう風な、あの瞬間的にバーっていける武器にすごい相性がいいと思いました。はい、というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。感じた、フォロワーさんが2万人超えました。